チャンネル。 DYM 人事部畑です。安藤です。はい、本日早稲田大学23卒就活生の圧迫面接ということで大野さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、設定ということでディベロッパーの一次面接ですね。この面接で次の面接に進めるかどうかをジャッジするというような内容になっております。早速大丈夫ですか？はい、お願いします。お願いします。します。はい、早速なんですけれども大野さん自己紹介お願いできますでしょうか？大野と申します。よろしくお願いします。私の強みは立場の異なる関係者を巻き込みチーム全体をいい方向へ後押しできることです。大学では80名規模の書道サークルの代表として作品数100点ほどの展覧会の運営に携わってまいりました。特にサークル内外の連携を図る役割を担っておりました。コロナ禍での展覧会の開催ということでギリギリまで開催の可否がわからないという状況で大学との交渉であったり OB 会からの支援金の調達 SNS でのオンライン展覧会の開催や集客など、各方面で連携を取ってきて特にその情報っていうものをサークル内のメンバーに過不足なく伝達するっていうことを意識してきました。結果的にスムーズな運営が実現したと感じています。今の PR 内容にちょっと何点か質問させていただければと思うんですけれども立場の異なる方っていうのは前提所属先が違うっていう形ですか？そうですね、自分が所属しているサークルのメンバーともう卒業してしまった、70歳ぐらいまでの幅広い年齢層の OB の方々や同じ書道の連盟に所属している他大学のサークル員など立場が異なる人っていうのはそういう感じになります。ありがとうございます。実際その立場が異なるという中でコミュニケーションの齟齬であったりとか何か連携がうまくいかないとかそういった事例が具体的にあれば教えていただければなと思います。実際に連携を取っていく中で情報の伝え方といいますか年齢層も幅広いので例えば LINE を使ってサークル員とは情報を共有するんですが OB の方とはメールでしか共有できないためタイムラグが生じてしまったりと難しいなと思うことは多々ありました。コミュニケーション取る内容とかが世代ごとに変わったりとか他大学とだと変わったりとかそういったものはありましたか？そうですね、例えば Google フォームを使いたいってなった時に年齢が上の方だと使いこなせないかもしれないので紙媒体で何かやり取りできるものを使ってみようとかそういうふうに適宜変えていました。ありがとうございます。ちなみに、その異なる立場の方とコミュニケーションを取るっていうのは強みというふうにおっしゃってたと思うんですけどこれはその大学のオンラインイベントで身についた能力なのか発揮された能力なのかっていうとどちらになりますか？そうですね、代表をしていく中で身についた能力であって展覧会も代表として参加したものであったので、どちらもと言いたいところなんですけどどちらかといえば発揮された能力なのかなと思います。今回ディベロッパーを見ているということでディベロッパーを志望している理由っていうのを教えていただけますか？志望している理由は3つほどあるんですが1つ目に私自身美術館に足を運ぶのが好きでアート作品とか建築とかを見に行っていて普段からそのディベロッパーが手掛けた施設や空間に触れてきました。でそんな中で、一市民として楽しさであったり居心地の良さを提供してもらっていて次は自分が手掛ける番になりたいなと思ったことがきっかけです。で2つ目に先ほども言ったようにたくさんの関係者の方と一緒に一つのものを作っていくっていうところに魅力を感じていたためです。で最後に自分が手掛けたものが形になってそれに触れた人の心が動いたり笑顔にしたりできるそんな仕事がデベロッパーならできるなと感じたからです。一番で言うと例えば大野さんが絵を描くとかじゃダメなんですか？そうですね、私が描いても人の心を動かすことはできるかもしれないんですがより多くの人に感動であったりを伝えられるのは土台が整っている総合デベロッパーならではだと考えています。わかりました。2番と3番のところなんですけれども、感動を届けたいっていうところがメッセージ性としては強かったと思うんですけれども感動を届けたいという、自分自身の目標とか、 なんか目的っていうところの手段としてディベロッパーである必要性ってどういったものがありますか？自分が意見したものであったり考えたコンセプトが実際に形になるっていうところにモチベーションを持っていてそこで顔も知らない自分の作品
に対して感動してくれたり、展覧会すごく良かったっていうコメントを残してくれる方々の笑顔っていうのは私にとってすごくいい経験だったなって感じていて、そういう理由からです。今のだと感動を与えたのは建物ではなくてイベントだと思うんですよ。であればイベントを企画するような団体とか、それこそエンタメとかも選択肢に入ると思いますし、そういったものではなくて建物にフォーカスされた理由ってありますか？実際に私自身が建築物が好きで、美術館を訪れる理由っていうのも半分くらいは建築を見たいっていう理由も、まあ、大きい要因としてあるんですけど、イベントというよりかは生活に密着しているっていうのがデベロッパーさんができるお仕事なのかなと思っていて、やっぱり自分の中でもっと多くの人というか社会に貢献したいなって思った時に、生活に密着したところでお仕事できるデベロッパーさんがいいなと思っております。強みのところにもう一回戻るんですけど、大野さんは代表として優秀だったと思いますか？いえ、そうは思わなくて、私自身もともとあまり代表っていう立場が得意ではないなっていうふうに感じていて、なんで得意じゃないかって感じたかっていうと、自分の意見をはっきりと人に言うっていうことがもともとあまりできない人だったんですね。でもその分人の気持ちを汲み取るっていうことは得意だなと思っていて、リーダーだからガツガツとみんなを引っ張っていくだけじゃなくて、その自分の強みを生かしたリーダーシップの取り方でいいんだっていうことに気づいて、一人一人に寄り添ったリーダーの在り方っていうのを模索してきたので、そういう面では得意ではなかったけれど今はなんとか成功はしているかなと感じています。さっきスムーズに運営できるようになったっていうお話で、要は年代の違う人とコミュニケーションを取ってまとめるのが得意と、それが強みですっていうふうにおっしゃってたって認識してるんですけど、それって大野さんじゃなかったらできないことなのかなっていうのがすごく引っかかっていまして、年上の人に Google フォーム使ったら使えないからそれ以外の手段を考えるって、多分同じ立場だったら全員同じこと考えると思うんですよ。それって強みじゃなくて当たり前の行動だと思うんですけど、その大野さんだったから他の人じゃなくてできたことっていうのが強みだと思うんですけど、そういう目線だとどうですか？そうですね、連絡を取るっていうのももちろんやっていた仕事の内容ではあったんですけど、実際に OB の方々って普段から会うことがあまり多くなくて、現役生との間で意識的なギャップであったり関係性の希薄さっていうのを私自身感じていて、まあ、それを埋めるために OB の方々に現役生とお話しする時間を設けてもらうっていうこともしていて、そこで私は他の同期と比べても先輩後輩だったり同期みんなと同じような態度で接せられるのかなと思っていたので、そこで力を発揮できたのかなっていうふうに思っています。同じような態度で接するってのはどういうことですか？例えば後輩に対してあまり親しくならないであったりとか、目上の方と接するときに固くなってしまってあまり本音が話せないっていうことがなく、みんな平等に関係性を構築できるっていうことです。それは代表だったらそれが仕事だから当たり前なんじゃないですか？そうです、はい。代表として強みを感じるところっていうのは、前後の昨年度の代表と今の来年度の代表とって他の代表と比べないと強みじゃないと思うんですけど、だって代表の立場になったら必ずそういう仕事をやるために乗り越えなきゃいけないことで、別に大野さん以外がそのポジションに就いたとしても同じことがある程度はできると思うんですよね。そこで大野さんの強みって何だったんだろうっていうのが知りたいです。昨年度と比較すると自分自身ちょっと今まで話してきたことと少し逸れてしまうんですけど、サークル内のそれぞれの部門が存在していて、そこに全ての役割を丸投げするのではなくて、代表として私自身が会議に参加して客観的な意見を言ったり、客観的に見た時に事実確認とか進捗状況っていうのを確認するようにしていました。内部だけでは分からなかった不足している点っていうのが明らかになったりして、それがブーストになってみんなの士気が高まったなっていうのはすごく感じていました。つまりどういうことですか？例えばから入るんで結局何が言いたいのかが分かんないですけど、私が任せきりにしてしまうのではなくて、自分自身がサークル
全体の問題を自分ごととして捉えて問題解決に当たるっていうことができたなというふうに考えています。それが去年と比べてそうだったっていうことですか？はい。その根拠はありますか？今までは部門ごとのつながりっていうのがすごく薄くて、結果的に一つ展覧会が出来上がるっていうことはあったんですが、情報の共有っていうのも希薄になっていて、今回私が代表としてそれぞれの部門と連携を取っていたことで一体感が生まれたなというふうに感じています。はい、わかりました。では合否発表します。せーの、分かれました。はい、はい、じゃあ丸だったんで僕から行きますけど、はい、まあ、早稲田でデベロッパー行きたいっていうことなんで、多分結構人気なところだと思うんで、今の感じだと一次面接がギリギリな感じっていうふうに思いました。受け答えに関して言うと、まあ、一個一個自分の頭で考えて落ち着いて話してるって印象がある一方で、まあ、僕がこう突っ込んだところもそうなんですけど、まだ考察というか、まあ、分析っていうんですかね、がちょっと浅い感じがしますね。なので自分の頭で考えて喋ってるとかはすごく良かったけど、まだその深掘りが浅いので、もう少し自分が何が上手かったのか強かったのかっていうのを深掘んないと、多分次ぐらいで落とされるような気がしました。で、まあ、実績に関しては言語が難しいんですけど、すごく品があってお育ちが良さそうな感じが話してるところからこう出てるんで、それはすごく強みになると思うんですけど、なのでまあ1次は通るだろうな、でも2次以降ちょっと今の感じだと厳しいだろうなっていうのが僕の感覚です。私バツにさせていただいたんですけれども、大野さんを単体で見たら不合格かなっていう印象でして、全体感で一次選考相対的に合格不合格って考えた時には合格になる可能性は全然あるかなっていうのが私の印象です。内容株元さんと被ってしまうんですけれども、私も良かった点としては詰まりつつも質疑応答しっかり食らいついてたなっていうところの姿勢とか、なんとか自分の言葉で答えようっていうところはすごく良かったんじゃないかなと思う一方で、同様にはなってしまうんですけれども、質疑応答の内容等が、特に就活軸のところなんですけれども、最初3つの軸を挙げていただいたんですけれども、最終自分が質疑応答させていただいた内容の着地が建物が好きだからっていうところに着地していたので、じゃあ仮にエンタメ好きだったらエンタメになってると思いますし、例えば建物じゃなくても本とかが好きだったら出版とかになってたかなって思ってて、でこの好きかどうかで物事を判定するっていうところで面接官が考えた時に、好きだから通過させるっていうのはあまりなくて、ではなくて自分自身の強みが発揮されるかどうかであったりとか、その中で強みを生かして自分はこう活躍していくみたいなところがあればすごく良かったんじゃないかなと思います、という形です。思うとか例えばとかっていうのを使わずに説明できるようになった方がいいですね。僕は例えば質問した時に例えばから入るとちょっともう聞く気なくなっちゃうんですよ。自分で答えが出せないからエピソードなんか出して察してみたいな感じじゃないですか、それって。大野さん多分自分で言語ができてないからエピソード話して面接官に察してもらおうとしてるだけなんですよ。それがちょっと浅いっていう話ですね。まあそんな感じです。じゃあ一旦お時間来たんで、圧迫面接でした。ありがとうございました。